ピラカンサス。ヨーロッパ南部、西アジアが原産、バラ科の植物です。花言葉は燃ゆる思い、快活など。病気にも強く、場所も選ばず、手間もあまりかからないので、初心者の方にもおすすめです。開花期は5月6月、実をつけるのは10月から1月頃です。日当たりの良い場所で管理します。土は水はけの良いものを選び、鉢植えの場合には赤玉土7、腐葉土3の割合で混ぜた土を使いましょう。庭植えの場合は根付くまでは水をやりますが、それ以降は雨水だけで大丈夫です。乾燥すると花つきや実つきが悪くなるので、鉢植えの場合には表面が乾いたらしっかりと水を与えましょう。肥料はほとんど必要ありませんが、鉢植えの場合には開花前の春先、開花後の夏の初め、実が色づく前の8月から9月、この年に3回、固形の油かすか化成肥料を与えます。爽やかな時期の白いまん丸のつぼみ、そして花姿も美しいのですが、実をたくさんつける冬の様子が皆さんにはおなじみのようです。鮮やかな赤や黄色がお庭を華やかに彩ってくれ、クリスマス、お正月と行事をより楽しい気分にさせてくれます。花も実もあるピラカンサス。でももう一つ、トゲもあるので注意してくださいね。